今回の追い込みの選手はあんまりないっていうのは聞いてるんですけど、そうですね、自力選手多いっていう企画なんで、ベースの展開とかそういうのも早くなったりするんではないかなと思ってます。今回は立川は追加で入ってる、次の活動は斡旋来てないんですけど、せっかく追加入れてもらったので優勝を目指して頑張ります。